皆さん、こんにちは、こんばんは。ライトニングです。今回は新型ゲーム機を買いましたので、その開封紹介をしていきたいと思います。買ったゲーム機は2017年3月3日に発売されました、任天堂スイッチです。現在の時刻ですけど、2017年12月28日ですね、の17時42分になります。はい。で、まあ、もう年末なんですけれども、なんとか、最近出荷数が増えて、ようやく手に入ったという感じですね。はい。というわけで、まあ、ちょっといろいろ、周辺機器って言ったらいいのかな。もう買ってみたんで、その紹介もしていきたいなと思っています。よろしければ最後までお付き合いください。はい。というわけで、早速、中を見ていきます。まあ、買った場所は袋を見ていただければわかると思うんですが、ヨドバシカメラですね。秋葉原で買いました。はい。では、行きます。おう。じゃん。というわけで、これが任天堂スイッチのパッケージですね。はい。まあ、表面がこっちなのかな。で、裏が、こんな感じのデザインになってますね。まあ、ジョイコンを、本体の左右に挿してるつかな、になってます。はい。まあ、横はこんな感じですね。なってますね。はい。裏面は、まあ、あれかな、保証関係とか、同梱物とかですね、になってます。はい。で、ですね、あと他にもちょっといろいろ買っていまして、これですね、外に持ち運ぶ用に、プロテクトのケースを買ってみました。で、それからですね、これですね、スイッチの、ドックの空箱ですね、基板が入ってないやつなんですけど、ちょっと買いました。まあ、海外で売ってたやつで、アマゾンで、まあ、買ったんですけど、1550円かな、になります。はい。で、まあ、ちょっと海外製品なので、まあ、全部英語ですね。で、書かれてるんですが、ちょっとこれをですね、任天堂スイッチのドックとして使っていきたいなと思ってます。まあ、任天堂スイッチのドック、正規品はこれですね。この右のこの部分に出てる、こいつ、これが、正規品のドックなんですけど、まあ、インターネット見ている方はご存知だと思いますが、傷がつきやすい、熱がこもりやすいという、話がよく出ています。で、まあ、ちょっとそれを回避したくて、傷も防止できて、熱も、放熱もしやすいというものを、のケースを使えないかなと思って、買いました。ただ、これ、基板が入っていないので、後で任天堂スイッチのこの正規品ですね、のドックを、解体して、中に入っている基板を、こっちの、空の、ケースに移植します。で、これを使っていくという感じですね。で、考えてます。ただ、これちょっとですね、不安定な部分もありまして、Nintendo Switch の正規品のドックって、左右の、まあ、大きさが、本体の大きさと一緒になってるんで、まあ、揃えるようにこうガチャってさせばいいんですけど、これはそうではないので、うまくその目測を、誤らずに、下の方にガチャって刺すようにしていかないと、本体のこの下の部分が傷だらけになっちゃうっていう、ちょっと危険性があります。で、今回はそれをちょっと、回避しようかなと思って、ちょっとですね、ゲームテックさんの、製品も買ってみました。はい、これですね。まあ、これカバーさしたままドックにさせるっていうタイプのもので薄いものなんですけど、これをスイッチの、にはめておこうかなと思います。で、これ、下側の方もカバーが入ってるので、
スイッチをこうカチャンって挿した時に、充電のところですね、引っ掛けるところを間違えて、横のところガチャガチャ切りつけちゃうっていう可能性も、なくなるかなというふうに思ってます。はい。そんな感じで、あとはですね、ソフトも、2本、買いまして、買ったのは2つです。マリオカートとゼルダの伝説ですね。まあ、両方とも Wii U で、もう出てる。まあ、マリオカートの方はデラックス版なんですけど、まあ、両方とも Wii U で出てるゲームでもありますね。で、まあ、Wii U で出てるのを買ってもっていう選択肢もあったんですけど、まあ、今回、私はスイッチの方を買いました。まあ、家でゲームするときって、私の場合は基本的にプレイステーション4ですね。で遊ぶんですけど、まあ、任天堂のゲームの場合は、どっちかっていうと、家で、じっくりやるよりは、外で、まあ、暇つぶし的に、やる感じのゲームの方が、私は多いかなと思ってます。まあ、家族で、例えば、実家帰って家族と遊びますみたいな、パターンだと、まあ、いいかもしれないんですけど、普段私一人暮らししてますんで、まあそう考えると、任天堂のゲームって基本的に暇つぶし的な感じのゲームの方が、多いので、まあ外で電車で、遊んだり、乗ってる時に遊んだりとか、そういった使い方をしていこうかなと思ってます。はい。まあ家でゲームやるんだったら、プレイステーション4の方が私はいいですね。はい。じっくりやるゲームがプレイステーション4の方が多いので、基本的にはスイッチは外で使おうかなというふうには考えてます。はい。というわけで、今度は本体ですね、の中の方を見ていきたいなと思います。はい。それではですね、ここからは任天堂スイッチを開けていきたいと思います。まず裏かな。裏のここを、最初に引っ掛けるのかな。よっ。よし。で、多分、こう上に持ち上げるんですかね。お、はい。こんな感じですね。で、ちょうど、接続の方法とか書いてありますね。はい。まあ、AC アダプター設定して、初回設定してくださいねって書いてます。まあ、ジョイコンの接続の仕方とかも、書いてあるんですね。はい。では、開けまーす。お、はい。こんな感じですね。はい。で、中開けると、出てきます。まあ、私は、ネオンカラーの方買ったので、青と赤かな。ジョイコンが入ってますね。あと、他には、グレーカラーのものもあるんですけど、まあ、私は、ネオンカラーにしました。はい。で、それから、スイッチの本体ですね。があるんですが、結構きちっと入ってるな。はい。はい。これがスイッチの本体になりますね。で、意外とこれ、小さいんですよね。お店のショーケースとかで、結構見てたんですけど、実際改めて手に持ってみると、小さいです。手の大きさと、あんま変わんない感じなんですよね。で、失礼。スマートフォンの大きさとちょっと比べてみるんですけど、まあ、はい、こんな感じですね。なので、まあ、そんなに、大きさは変わらないですね。いや、ちょっとは変わるかな。はい。っていう感じです。で、結構重いとか言われてるんですけど、まあ、私の感覚だと、そこまで重い感じはしないですかね。外で、長時間持ってても、大丈夫そうかなっていう感じは受けます。はい。で、それからですね、ジョイコンですね。ジョイコンが、2つ入ってます。で、これ、マイナスの方が、左側らしいですね。で、プラスの方が右側らしいので、まあ、本体がここにあったとき、まあ、青が、この場合は、左側に来るところですね。で、赤が右に来ますという感じです。で、じゃあ、これをちょっと取り出すと、はい。なんかまだ出てきましたね。
で、何が入ってるかというと、まずこれか。これをちょっと取っていますが、これが何かというと、あ、はい。まあ、ジョイコンを挟んでコントローラーとして使うスティックですね。はい。うん。意外とこう、持ったる感じするとちっちゃいですね。まあ、デュアルショック4と、うん。ちょっと感触も結構違うかもしれないですね。はい。で、あ、ただこれちょっと注意なんですけど、ジョイコンの充電これでできません。で、ジョイコン充電するときって、本体をドックに挿している状態で、ジョイコンも挿すっていうことをしないと、充電ができないんですよね。で、なので、これ使ってる状態でゲームで遊んでると、ジョイコンの電池がひたすらなくなっていくだけという感じになります。で、まあちょっと周辺機器になっちゃうんですけど、ジョイコン充電グリップってやつを買えば、まあこれでプレイしながらジョイコンの充電もできるんで、まあいいんですけど、まあこの辺ちょっと経費削ったっていうところなんですけどね、最初から充電グリップ入れてくれよとは思うんですけど、まあジョイコンってその1回充電すると20時間かな、持つらしいんで、いいんですかね。はい。まあその辺は任天堂らしいかなっていう感じはします。はい、周辺機器が任天堂は多い会社なので。で、それからあとは HDMI ケーブルですね、が入ってます。で、それからはい、AC アダプターですね。コンセントに挿して本体に充電するときに使います。で、基本的にスイッチの充電って本体に直接挿すか、もしくはドック経由で挿す場合ですね、になるみたいです。あとはこれはあれですね、ジョイコンの、ストラップって言ったらいいのかな、単純にこれだけ使って遊ぶときってこれをこう挿して行かないといけないので、まあそのために使うやつですね。で、あ、手前にもう一個入ってましたね。はい。これで二つ分ですという感じです。で、ちなみにお裾分けでテーブルモールとかで使って、まあ友人とこんな感じで遊ぶときってあるんですけど、ちょっとなんというか使いにくいですね。一応その、あれか、あ、まあ R ボタン、L ボタンとか、このジョイコンのストラップとかにもあるんですけど、まあ、ちょっとこう、スティックがすごく持ちにくいですね。やりにくいかな。まあ、プロコンとかなんか買った方がいいんですかね。はい。で、それからあとはこれが紙で、これがドックかな。これがドックですね。結構厳重に入ってますね。まずこれを取り出すのかな。はい。で、これをこう、中から出すと。はい。うん。まあ、なんかこう実際持ってみると意外と小さいですね。まあ、スマートフォンが、これ Android のやつですけど、まあ、これぐらいなんで、まあ、やっぱちっちゃいですね。はい。という感じですね。で、まあ、裏の方とか見ていただくとわかるんですけど、ここかな？はい、ここ開くと、これが、充電するところですね。はい、これが充電で、これが HDMI 挿すところで、あ、こっちか、こっちが HDMI ですね。で、こっちが USB と。で、USB に関しては、こっち側の方にも2つありますね。全部で3つになってます。で、あ、これ当初から言われていた話なんですけど、スイッチって、ランタン紙がありません。で、まあ、発表された時、まあ、がっかりしてる人とか結構多かったんですけど、まあ、ないもんはないので、インターネットつなげる場合は無線か有線ですね。で、有線でつなげる場合は、この USB ですね、を使って、やる、ランアダプターを使うしかないんですね。で、例えば、これ、B で使ってた、ランアダプターなんですけど、製品としては変わらないで全然十分使えるんですが、
どうなのかな、多分これ刺すと、よいしょ、これで刺すんですよね。で、これ刺して、まあこんな感じで出すんですけど、あまりかっこよくないですかね。はい。まあ、ドックに関しては、ちょっと先ほど話したこれですね。あの、小型のやつに、入れ替えちゃうんで、この中にこう、ドックの基板が入ってるんですけど、これを、後で、まあ、あの、全部解体して、こっちに移すっていう作業をしていこうかなと思ってます。はい。まあ、こんな感じですね。に、なってます。はい。というわけで、任天堂スイッチの開封は以上になります。はい、ここからはですね、任天堂スイッチの中身をちょっと具体的に見ていこうかなと思ってます。で、まずは、スイッチの本体ですね、をちょっと見ていこうかなと思ってます。はい、取り出しました。これが任天堂スイッチの本体ですね、になります。まず上の方を見ていくと、これが電源ボタンですね。で、それから、音量ですね。右側の方がプラスで、左側がマイナスですね。になってます。で、それから、ここは多分、排熱かな？排熱か吸気口かどっちかだと思うんですけど、になってます。で、それから、ここは、ゲームカードのスロットですね。が、ここについてて、これをこう、はい。入れて、ここにこう刺す感じですね。はい。で、接触面は裏側になってるんで、本体をこう向けた時に、ゲームカードのラベルが、表側がこっちになるようにして刺す感じですね。はい。で、カードを入れたら、こうやってちゃんと、はい。刺す感じですね。あの、3DS みたいに裸になってないですね。あの、覆われてます。で、それからですね、あと、裏か。裏側なんですけど、ここが、充電するところですね、になってますね。それからこれテーブルモードで立てる時のやつですね。で、これが意外と硬いですね。あ、はい。はい、こんな感じか。で、はい。お、なんか、あの、取ったら、出てきましたね。なんかてっきり充電されてないと思ってたんですけど、最初からある程度充電されてるんですかね。はい。と思いました。まあ、よいしょ。はい。で、まあなんかあの、スティック入れてくれっていうふうに出てるんですけど、まあとりあえずいいかなと思います。はい。で、それから、まあこれが、はい。ジョイコンのスティックですね。になってます。はい。で、まあ、ネオンの場合は、青が左側で、赤が右側ですね。マイナスが左側で、プラスが、右側ですね。で、ちょっとボタンとか押してみてるんですけど、まあ、まあまあまあ、かな。ちょっとボタンが小さいんで、少し押しにくいですかね。って感じなんですけど、本体に挿した場合は、まあどうなのかというと、で、ガチャ、お、いいですね。なんかこう音がして入る感じですね。はい。で、こう持って、あ、結構大きいな、こうなると。なんか、外で持ち上がる区分にはちょっとずっしりって感じになってきますかね。でもかっこいいですね。はい。で、これでこう遊ぶわけなんですけど、はい。まあ、ZL、ZR とかもあるんですけど、まあ、まあ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 、まあまあ、惜しい。それなりにって感じですかね。あと、これがホームボタンとかかな、になってますね。任天堂スイッチ、これ、説明書が入ってないんですよね。なんで、まあ、ちょっと自分でちょっと感覚で慣れなきゃいけないんですけど、で、ちなみに、ジョイコン取るときなんですけど、ここの、ロックを外すボタンを押さないといけないですよね。なんで、よっ。ここちょっと、ピュッと押すと、もうすぐ出てくる感じですかね。
に、はい、なってます。なんだろうこれ。で、それから、これが AC アダプターですね。充電するときに、使いますという感じですね。端子はタイプ C ですね。になってます。はい。それから、HDMI 端子ですね。が入ってますね。になってます。はい。HDMI 端子、私個人的にはいっぱい持ってるんで、別にこれ使わなくてもいいかなっていう感じかな。はい。それから、あと、はい。ジョイコンですね。が出てきますが、これをちょっと挿してみますかね。で、こういうふうに。こうでいいのかな。お、いいよ。はい。よし。こうカチャって入るんですよね。で、いいよ。はい。で、はい。で、こんな感じですね。ちょっと扱いづらいですかね。やっぱり。あんまりこう、使いやすいなっていう感覚は受けないですね。で、ちなみになんですけど、これデュアルショック4ですね。と大きさ比較すると、こんな感じですね。重ねてみるとわかるんですけど、若干デュアルショック4の方が、大きい程度ですかね。やっぱりその、これコントローラーとしてそのまま作られてるんで、ボタンの大きさとかもあって、デュアルショック4の方がやっぱりコントローラーとしては使いやすいなって感じますね。はい。これも、いいんですけど、使いやすくはあんまりないですね。はい。という感じかな。はい。です。はい。というわけで、はい。ちょっと中身取り出した感じは以上になります。はい。ここからはですね、任天堂スイッチの初期設定をしていきたいと思います。で、充電の方もですね、今フル充電していますので、大丈夫です。最後まで普通にいけると思います。では、スイッチを入れます。任天堂のロゴが出てきましたね。はい。音をステレオで、普通にいいですね。思います。で、クオリティも、普通にいいんじゃないのかなと思います。画面も、小さいんでね。はい。というわけで進めていこうと思います。まず言語設定なんですけど、日本語を選びますので、日本語を選択しようと思うんですが、はい。全体的に、ジョイコンの左スティック、右スティック、あと、ここの方向キーですね。方向ボタンかな。が、使えますね。はい。で、日本語を選んで、選択します。で、住まいの地域は日本なんで、日本ですね。で、それから、利用契約ですね。こういうのって結局読むにしても読まないにしても同意しないと先進めないんで、めんどくさいんで、利用規約に、同意しますをチェックだけして、次に行っちゃいます。はい。で、ここからはインターネットの設定ですね、に入ります。で、いくつかこう出てくるんですけど、今ちょっと無線 LAN を部屋の中に入れてますので、それを選択して、行きたいと思います。で、少々お待ちください。はい、無事に、本体からアクセスポイントを経由して、インターネットに接続が成功しました。というわけで先に進めていきます。OK。はい。で、タイムゾーンなんですけど、
日本なんで東京ですね。で、それから、テレビにつなぐっていう設定が出てきたんですが、今はテレビにつながないので、後でですね、にしていきます。で、ジョイコンの取り外しをしてみましょう。取り外さないと先進めないんですかね。ダメ？ B で戻ると、あ、ダメだ。ジョイコンの取り外しをしてみないといけないみたいですね。なんで、ちょっと一回外してみます。はい。で、ジョイコンを取り外したところですね、取り外したジョイコンで次を選んでくださいって書いてあるんで、ちょっとテーブルモードにしますね。よっ。はい。よっ。よいしょ。はい。で、はい。まあ、ジョイコンで、遠くから操作してるんですけど、普通に選べますね。で、この状態で、はいを選びます。で、ここではですね、はい。ジョイコンを、つけて操作しますか、もしくは遠隔で操作しますかっていう話なんですけど、とりあえずは、ジョイコンをつけて、やるスタイルにしようかなと思います。なので、一回また戻します。はい。入れると、こう、音するんですね。はい。面白いですね。で、OK を押します。で、あなたのアイコンとニックネームを決めてくださいっていうふうに出てきますね。設定をしましょうってことなんで。はい。まあ、アイコンいろいろ出てきますね。マリオ、クーパー、リンクとかいろいろいますね。どうしようかな。まあ、正直、どれでもいいかなという感じなんですが。マリオに、しときますかね。特にないので。はい。というわけで、ちょっと、ユーザーを作成しようと思います。少々お待ちください。はい、お待たせしました。マリオの、アイコンで、名前はライトニングにしておきました。まあ、インターネットつなげる環境で本名を書いたりするのはちょっと抵抗があるので、ニックネームということですね。で、OK を押していきます。ちなみにこれ、タッチしても、いいらしいですね。はい。で、任天堂アカウントと連携するとネットワーク機能で任天堂スイッチをもっと楽しめます。後にします。はい。で、この本体を一緒に使う人がいる場合は、さらにユーザーを追加できますとありますね。で、いないんで、はい、OK。で、なんだろうこれ。ご家庭のルールに合わせて遊ぶ時間を決めたり、遊んだ記録をスマートフォンでチェックしたり、できます。まあ、要するに親が子供を監視する機能って感じですかね。まあ、私は一人身なんで関係ないです。スキップ。はい、準備完了ですね。で、ホームボタンを押してホームを開きましょう。これかな？よっ。はい、出てきましたね。という感じです。はい。で、今、ゲームカード何も挿してないんで、何も出てきてないって感じですね。ゲームカード挿すと、ここにこう、いろいろ、ダウンロードしたゲームとかも含めて出てくるってところですね。で、それから、下の方ですね。下の方になんかいろいろアイコンがいっぱいあるんですけど、これなんだろう。まず、一番下の左からの左目ですね。あ、ゲームニュースになってますね。それから、任天堂 e ショップと、アルバム、コントローラー、設定、スリープとありますね。まあ、はい。いいかなと思います。はい。こんな感じで初期設定は終わりました。初期設定の設定は、以上で終わりにしたいと思います。
はい、それでは、ここからはですね、ニンテンドースイッチのドックを解体していきまして、ミニドック化ですね、をしていこうと思っています。はい。で、これは冒頭で紹介した、ミニドックのケースですね。ただし、基板が入っていませんので、元の、正規品のスイッチのドックから基板を取り出して、このミニドックの中の方に入れていくということをしていきたいと思ってます。はい。というわけで、まずこれですね。をちょっと開けていこうと思います。よいしょ。はい。中を出すと、よっ。はい。はい、出てきました。これが、今回買ったミニドックの、ケースになりますね。で、取扱説明書が入ってまして、海外製品なので、英語のマニュアルなんですけど、こんな感じで書いてありますね。Y タイプのドライバーと、プラスタイプのドライバーが付属品として入っているみたいですね。で、以降は、ドックですね。の取り外しの方法が書いてあります。基本的にクッション素材も全部取り出す感じですかね。になっていますので、そうですね。ここに書いてあるんですけど、ブルーサイドアップワードって書いてあるんで、はめ込んで使うってことですね。はい。はい。おおよそ、分かりました。ね。はい。で、あと問題のこれが、ミニドックなんですけど、中に、ビスとかが入ってますね。どうやって取り出すかというと、簡単に、これ、上に乗ってるだけですね。になってます。はい。で、取り出すと、はい、こんな感じですね。Y ドライバーとプラスドライバー、あとビスがいくつか、入ってますね。はい。で、それから、これは、ドックの上に置くのか、これを。こんな感じかな。よいしょ。はい。こんな感じで置くみたいですね。なってます。はい。ということは、クッション素材はこれは使わないのかもしれないですね。うん。書いてなさそうですね。バネクッションは使わないっぽい。はい。まあ、そんな感じですか。OK です。はい。じゃあ、とりあえず、まずは、解体していこうかなと思います。はい。それではですね、任天堂スイッチのドックの解体をしていきたいと思います。で、まずはですね、パカッと開けていきまして、表のビスを外していきます。全部で、8箇所ですね、を、外していきます。で、これ、実は、プラスドライバーではなくて、Y 字ドライバーで、外すようになっているんですね。で、Y 字ドライバー私は、持っていませんので、今回はこの付属の、やつですね。これが Y 字ドライバーかな。こっちの黒いのがプラスドライバーですね。はい。なので、こっちの赤の、Y 字ドライバーを使っていきます。はい。で、慎重にこう取っていこうかなと思います。ネジ自体は結構簡単に取れますね。ただ、はめ直せなくなるっていうことがないように、
力を入れすぎずやっていこうと思います。ドライバーのはめるところ力入れすぎると舐めちゃう可能性があるので、舐めちゃうともう元に戻せなくなっちゃいますんでね。はい、おっと。それからやばい、ちょっと舐めちゃったかな。まあ将来的にまあ任天堂スイッチがいつか新作ゲームとか出なくなって使わなくなってしまった時に売ろうかなと思うことがあるかもしれませんが、そうなった時に基板をこのドックに戻してあげなきゃいけないんですよね。そうしないと売れなくなっちゃうので、あ、結構深いな。あ、長さが違いますね。基板を入れている方の、こっちの4つのビスはちょっと長いんですね。になってます。なので、よいしょ。よし。ビス8本ですね。全部取りました。で、この状態で、あ、外れましたね。はい。はい。ドックが外れの、外ケースですね。が外れました。意外と汚いっすね。はい。はい。これが、ニンテンドースイッチの、基板ですね。のドックの基板になってます。で、あとは、今度はこれを外していかないといけないんですけど、まずこれかな。ここの、これを外す、これをちょっと引っ掛けてあるだけっぽいんで、これを外して上に基板を持ち上げていこうかなと思います。で、あと、ここですね。ここの、USB Type-C につながっているこれを外さないといけないですね。で、それから、あとプラスドライバーか。何箇所か。あと、ちょっとわかりにくいんですけど、この奥にもプラスドライバーがあって、全部で、1、2、3、4、5、5箇所かな。見えるだけで、5箇所のプラスドライバーを使ったネジビス外しが必要ですね。はい。で、ちょっとまず、Type-C の、このケーブル外したいんですけど、ピンセットが今手元にないんで、ちょっとピンセットを用意します。少々お待ちください。はい。ではちょっとピンセットを持ってきましたので、これを外していこうと思います。よっ。あれ？あ、浮いちゃってる。ちょっと手で押さえておいて、よっ。あれ、外れないな。よいしょ。あ、上がった、上がった、上がった。はい。こんな感じですね。で、これはどうなってるのかな。ここにはまってるだけなのかなと思います。はい。まあ、とりあえず、まずここをちょっと引っ張ってみて、上に持ち上げます。はい。上がりました。はい。こんな感じになってますね。で、それから、LED のこれか。LED のこれを外さないといけないですね。で、ちょっと慎重に外していきますが、
ドック壊しちゃったらドックセット買えばいいんですけど、ドックセットって1万円近くするんでちょっと高いんですよね。なんで、もし売るんだったら、ニンテンドースイッチを将来売るんだったら、この基板を元に戻さないといけないんですが。よっ、あ、くそ。なかなかちょっと硬いな。これはきついですね。よっ。ちょっと待ってください。はい、すいません、お待たせしました。悪戦苦闘しましたが、ようやく LED が外せました。もう硬かったですね。はい、ちょっと取るのが大変でした。はい、じゃあ基板は無事取り出せたので、まあとりあえず、まあ横に置いときます。で、それからタイプ C のケーブルですね、と LED 外さなきゃいけないので、今度プラスドライバーでですね、ドックをさらに解体していきます。で、基板の下にも、ドライバーがさらに3つかな、あ、4つですね、1、2、3、4箇所ありますね。なんで、外側のドライバーと合わせて、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、あ、これは違うのか、1、2、3、4、5、6、7、8、9箇所ですね。9箇所、外していきます。で、今度は、この黒い、プラス、付属品のプラスドライバーを使って外していきます。まず、ここから外していきますかね。わかりやすいので。お、結構硬いですね。はい、まずは、見えやすいところからこんな感じで外していきます。3箇所ですね、外しました。それから、この分かりにくいんですけど、奥のドライバーも奥の部分も外していきます。ドライバーの長さは一緒ですね。ということは多分9本全部同じ長さなのかな。Y 字のビスが4本だけ、基板を固定している4本だけ、長さが、違ったのはちょっと驚いたんですけど、こっちは同じ長さみたいですね。はい。よいしょ。はい、あとはこっちですね。よいしょ。こっちも外していきます。あ、よいしょ。はい、よいしょ。よし。こっちも、よいしょ。あ、ちょっと。はい。で、それから、よいしょ。はい。これで、9本全部外れたかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。外れましたね。というわけで、多分これが、お、外れますね。はい。こう持ち上げていくと、あ、はい。LED とケーブルうまく抜きました。はい。これで解体できましたね。はい、はい、さらに解体が進みました。で、さらに、これタイプ C のケーブルなんですけど、ここにさらに4つですね、またビスがありますので、こいつを外していきたいなと思います。はい、ではですね、はい、ここからは、
この残りの、C タイプ、あ、タイプ C の、ケーブルの取り外しの継続をしていきます。これバネクッションになってるんですけど、結構便利なんで、これそのまま移植できないですかね。まあ、とりあえず、まずは外していきます。全部で4本ですね、のネジ、ビスがありますので、そいつを、外していきます。よっ。あ、ちょっとうまく入ってないか。よっ。はい。よし。あ、ちょっと。あれ、なんか引っかかりが良くないですね。こっちが Y 字ですね。これ、中にあるのはプラスドライバーなんですが、あれ、あ、ちゃんと引っかかってなかった。よいしょ。あ、硬い。ちょっと硬かったですね。危ない。ビスを舐めちゃうところでした。はい。で、あ、もともと先ほど取った9つのビスと長さは同じものですね。よっ、よいしょ。人の目に見えないところは、この銀色って言ったらいいのかな、の、ビスを使ってて、人の目が見えるところはこの黒いビスですね、を使ってるみたいですね。はい、あとここか。よいしょ。意外と硬く入ってましたね。よいしょ。はい。あともう一個。よいしょ。はい、外れました。で、これをこのまま引き抜けばいいのかな。あ、はい、外れましたね。よっ、よいしょ。はい。で、ちょっとこれはこっちに避けておいて、はい。で、これか。はい。バネの上に乗ってる、やつですね。これを外して、で、バネもちょっと一旦、こっちに入れとこうかな。はい。はい。で、できました。で、今度はですね、これを外さないといけないんですけど、まず、この黒いのを持ち上げるんですよね。で、黒いのを持ち上げて、そうすると、ここに、ケーブルをはめてるやつがあるんで、これを上に上げます。この黒いやつですね。見えますかね。よっ。あ、はい。上がりました。で、どう外せばいいのかな、これは。この黒いのを、この黒いの、この、なんかよくわかんないこの黒いの、多分保護剤かなんかなんですよね。だから、多分なくしちゃいけないので、どう外せばいいのかな。うまく外せない。ちょっと説明書を確認します。はい、すいません、ちょっと説明書を確認したんですが、私の認識がちょっと間違ってました。これ、これ以上はもう解体できないですね。なんで、これをそのまま、こっちのミニドックにはめていくのが正しいですね。で、どうはめていくかなんですけど、まず、この付属品ですね。この付属品を、はめられる向きに沿ってこうはめていって、で、その後にですね、これか、ここに4つの穴があるんですけど、これをここの、ミニドックのこの4つに合わせるんですね、というふうになってます。で、微妙にちょっとこれ、穴を開ける位置が反対側か、こっち側はその、
側面に平行なんですけど、こっちだけちょっと、位置がずれてます。で、それに合わせるようにはめればいいので、この向きですね。この向きにはめていきます。で、そうすると、はい、まあ、こんな感じで、タイプ C の、端子が出てきますね。で、この状態で、先ほどのこの銀色ですね。この銀色のビスをはめて、戻していきます。はい、こんな感じですね。よっ。あれ、はまらない。あれかな。これじゃなくて、微妙に長さが違う。このミニドックの付属品の方のビスを使わないといけないのかもしれないですね。ということは、これを4つ用意して、はい。はい、よ、あ、いけない、外れちゃった。これを、用意して、ここに入れて、あーっと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 。あ、落ちちゃった。危ない危ない。で、これを、ここに入れてはめていきます。今度ははまるかな。あ、はまりそうかな。あ、硬い。大丈夫ですね。はまりそうですね。よいしょ。ちょっと硬いんですけど、ドライバーをこう、ビスをちょっとこう、舐めないようにですね、うまく、きつすぎず、はめていかないといけないんですけど、これ加減が難しいんですよね。ちょっとしたことで、すぐ舐めちゃいますので、まあ、結構、付属のネジいっぱいあるんで、多分、予備用、あーっと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 、予備も、のビスもあると思うんですが、まあ、最悪、ダメだったら、買えばいいんで、売ってればですけどね。よいしょ。で、これを入れて、よし、これでどうかな。あ、ちょっとまだ緩いか。ここの血を、よっ。よいしょ。これでどうかな。ちょっとまだガタガタするかな。結構デリケートですね。もうちょっといけるか。まあ、所詮1500円の安物ケースなんで、あれかも、ちょっと細かい微調整が簡単にできるような作りじゃないとは思うんですけど、まあ、1500円安いって言えば安いんですけど、このケース自体は多分、原価100円とか200円なんじゃないですかね。500円ぐらいで売るのが多分いいとは思うんですけどね。500円でも十分利益が出そうなんですけど、今世界的に、スイッチブームが起こってるんで、まあ、ぼったくり価格のような気がしなくもないですね。はい。あ、もう入んないかな。これ以上うまくやりすぎると舐めちゃうかもしれない。はい。はい。硬いですね。はい。これでいいですね。で、で、この状態でですね、今度、あ、しまった。LED を取ってなかったですね。LED を取ってなかった。まあ、ちょっと、すみません、ちょっと、はい、ちょっと、はめ直しですね。はい。はい、すみません。ちょっと LED をドックから取り外すの忘れてたんで、これを取りたいと思うんですが、
これ見る限り、ここにちょっとはまってるんで、これを上に外さないとダメだな。よっ、こうか。あ、外れましたね。はい。これを外して、あ、これで取れますね。よっ。で、上に持ち上げて、こんな感じで外していきますと。はい。これで、正規品のドック完全解体ですね。になります。で、今度これをこっちにはめ直さないといけないんですが、ここに LED をはめるのがあるんですよね。なので、どうはめればいいのかな。こっちがこういう風にはまっていて、あ、ここか、ここから光が出るようになってるんですね。なので、これに光が当たるようにしないといけないので、この向き、いや、この向きじゃ変だな。難しいですね。こうか。こうかな。この向きにこう入れると。よっ。なかなかちょっとうまくいかないですね。こう。よっ。あ、こうか。多分この向きでいいと思うんですけど、よ。あ、これじゃダメだな。ここじゃケーブルが邪魔しちゃうので、あかんかん、壊しちゃいますね。この向きか。ちょっと待ってください。はい、お待たせしました。で、ちょっと説明書を見てみたんですが、多分この向きでいいのかなと思います。で、これが、LED の光が出るところなんですけど、本来はこれがこの部分に接触しないといけないと思ってるんですが、うまく接触しないんですよね。まあ、とりあえずこれ以上、奥にも刺さらな、そう。というか、これじゃちょっとなんか壊れちゃうような気もするので、まあ、とりあえず、LED の光がここの石の部分ですね、に最も当たりやすい位置で、はめてちょっと試してみようかなと思います。あとはちょっともう一回、タイプ C をはめていこうかなと思います。はい、LED を挿して、この C タイプの、ケーブルをもう一回、入れ直しました。で、LED のケーブルなんですけど、まあちょっと隙間がなかったので、ここから、出す感じですね。にしました。はい。さて、で、あとは、この基板ですね、を入れていくのですが、こっちが3つですね。端子が3つ、こっちが2つ分なんで、向きはこれですね。で、この向きで入れていくのですが、ちょっとまず LED を入れたいので、戻したいと思います。こっちが穴だから、こうか。この向きで合ってますね。はい。この向きに入れて、いきます。よっ。はい。外すのは大変だったんですが、入れるのは簡単ですね。で、この状態で、さらに、こうかな？こう、多分、こう置けばいいと思うんですけど、この向きで合っているはずなんですが、あれ？うまく、はまらない。なぜ？こっちの向きだと、端子の数が違うんで、この向きが正しいはずなんですよね。どう入れるかな。こう出せばいいのかな。一旦ここ通して、あ、違う。うまくいかないな。
1をこう入れて、あれ、いや、やっぱりこっちかな。こっちを先に入れないとダメですかね。あ、こうか。で、ちょっとこう、ここを先にこっちにはめる感じですね。で、そう、それでこう下に下ろす感じで入れるみたいですね。で、なんですけど、一回、ちょっと、取り出します。なぜかというと、これですね、ここに、USB Type-C を入れ直さないといけないので、こうかな。これは結構折っちゃってるんですけど、元の状態で。これを、どうかな。上が青の向きにしなきゃいけないんで、こうですね。こうやって、入れていって、はい、はまりました。で、これで、よっ、はい、戻りました。で、この状態で、はい、で、ちょっとこう、少し、ケーブルを少し、はい、うまく、負担をかけないようなやり方をして、戻しま、もう一回はめ直します。はい。で、こうですね。はい、出てきました。で、この状態で、今度はビスを入れていくんですが、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですね。入れていきます。ミニドックはめた時の、この基板をはめる、4箇所のネジなんですけど、これは、付属品のネジを使うのが正しいですね。なので、今ちょっとここに刺してるんですが、これをちょっともうガッと刺しちゃっていいってことですね。なので、はい。こんな感じで、もう、はい。無理やりはめ込んじゃう感じですね。という感じでやっていくのが正しいと思われます。はい、こうかね。はい、あー、舐めちゃいますね。これちゃんとやんないと。はい、まあこんな感じでちょっとこう、中で基板がずれないようにネジを入れていく感じですね。はい、しかしひどいですね、これ。ちょっとここの作りは甘いと感じます。よくうまくやらないとネジを舐めちゃうんですよね。よいしょ。まあ逆に外れにくくなるんでいいのかなという気もしますが、これ向きを間違えるとえらいことになっちゃうんですよね。ネジがまっすぐ入ってないっていう。
はい。ちょっと硬いんですけど。でもな、説明書にはここネジを入れてる様子がないんですよね。でもちゃんとはめないとガタガタしちゃうんで。まあ私は入れた方がいいと思ってますが。よいしょ。とりあえず4箇所止めたので、はい、ちょっと入れて、このまま入れていきます。はい、お待たせしました。4箇所ですね。はい、こことここと、ここと、ここ。まあちょっと中は結構強引なんですけど、はい、ちょっと入れました。まあ、もうちょっとね、もうちょっと奥に入れるか、入れられるか。舐めちゃったかな。ちょっと硬すぎますね。で、この状態で、本格的にネジを舐めちゃったかもしれないですね。あかんですね。硬すぎるんですよね、これ。これがちょっと限界かな。もうちょっと奥に差し込まないといけないんですね。ちょっと待ってください。はい、スイッチのミニドックの、改造作業なんですけど、まあネジ何度か4箇所入れましたが、ちょっとここ完全に1本舐めちゃったので、取り出すのがちょっともう難しくなっちゃいましたね。まあしょうがないかなと思います。はい、ちょっともうこの基板取り出す時、ネジをちょっと無理やり壊すしかないですね。はい、というわけで、あとは、これをはめていくというところですね。裏蓋をはめていって、はい。で、あとは、残りですね。例えば、まあ、外に持ってってる時に勝手に外れたりとかしたら、困りますんで、止めていきます。で、これで、これにもともと付属していたネジが、全部で12本ですね、あるんですけど、それをすべて、使い切るという感じですね。で、硬いですね、これも。よし。なんとか舐めなかった。どうしますかね、1本舐めちゃったんで、あれ、もう解体するの、これを解体するのはちょっとかなりきついかなっていう感じなんですが、まあ本当はですね、中に基板が、内蔵している、ミニドックとか、売ってたり、アマゾンとかでですね、売ってたりするんですけど、まあ今回私は基板なしのものを買ったんですよね。というのも、どうしてもスイッチのドック、正規品のドックを使いたいなというのがあって、まあそうしたっていう背景があります。で、まあやっぱりその海外メーカーが作ってる基板だと、結構その検品作業が甘かったりして、うまく動かなかったりすることがあるので、それをちょっと嫌って、まあ任天堂ならちゃんと、出荷する前に検品してると思うので、ちゃんと正常に任天堂が動作を確認している基板ですね、を使っていきたいなと思ってました。はい、よし。はい、時間がかかりましたが、ミニドック完成です。まあ元々の大きさがこれですね。この大きさだったんで、とても、はい、コンパクトになったかなと思います。
これで例えば、外に持ち運んでいくときとか、実家に持っていこうかなって思ったときに、これだとすごくコンパクトですし、あと、熱ですね。熱をこう、ガンガン出してくれるし、特にこう、本体を入れたときにですね、まあ、画面とか後ろの背面が擦れたりするようなことが、これでなくなるかなと思います。はい。というわけで、魅力以上で完成です。はい、ちょっとですね、作成したミニドックを、ちょっとテレビにつなげてみようかなと思って、いろいろつないでみました。まず、HDMI ケーブルですね。これは、今テレビにつながっている状態です。で、LAN アダプターもちょっと USB に挿してみたんですが、まあまあ、すっきりした、感じになってるかなと思います。赤非のドックに挿した時と比べてですね。はい。あと、電源ケーブル、AC アダプターですね。の方もちょっと挿してみました。で、反対側の方は、今ちょっと使ってないですね。まあ多分そのうち、USB2 つ使って、ゲームキューブの変換の多分やつがまたできて、スマブラ遊ぶときに使うのかなというふうな、感じのことを、言おうって考えてます。はい。で、この状態でですね、ちょっとスイッチを、乗せて、いこうかなと思います。はい。ですね、ミニドックに、任天堂スイッチを乗せてみました。で、この状態でですね、ちゃんとランプですね、ランプもついてますね。なんで充電がされているという状態です。で、実際、出力されている、まあ、テレビ画面の方を見てみると、まあ、こんな感じですね。になってて、出力が、テレビ画面にきちんとされていることがわかります。はい。で、あとですね、充電ですね。充電も、まあ、こんな感じでちゃんとされているという感じです。はい。今、スリープモードに入っちゃったのかな、と思うんですけど。はい。まあ、うまく動いてるかなと思います。はい。以上で、任天堂スイッチの開封を終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。ちょっと、マリオカートをプレイしてみたんですけど、いいですね。はい。楽しいです。今もう一気に、出荷数増えていますので、欲しいと思われた方、ぜひ、買っていただけるといいかなと思います。はい。まあ、3DS ちょっと限界来てると思いますので、Nintendo Switch にちょっと取って代わってくれないかなと、ちょっと実際遊んでて思いました。はい。では、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。